ハンナ・テッターはアメリカ合衆国のバーモント州ベルモント出身の女子スノーボーダー。ハーフパイプのテクニカルな乗りこなしで知られており、X ゲームズやスノーボード全米オープンなどで入賞を果たし、2006年トリノオリンピックでは女子ハーフパイプで金メダルを獲得した。ハンナの家族は有名なスノーボード家族である。兄のアーメンはオクタゴンと呼ばれる機関で働いており、 彼女のマネージャーや代理人を務めている。テッターは彼を習って8歳からスノーボードを始めた。弟のエイブとエリアはアメリカのスノーボードチームに所属している。もう一人の兄弟の女子は自閉的でスノーボードをしない。両親のジェフとパッドはもともとはスキーヤーだったが、子供たちに影響を受けてスノーボードをやり始めた。トリノオリンピックに参加するため、イタリアに行く前、 ドキュメンタリー映画、ファースト、ディセントの撮影に参加した。撮影は、アラスカの山で行われ、同じく、アメリカを代表するスノーボーダーであるトラビス・ライス、ショーン・ホワイトらと共演を果たした。事前事業に多く参加しており、収入を、アフリカのエイズに感染した孤児に食事を与えるために、寄付したり、ダルフール問題に対しても、積極的に資金を集めたりしている。 大地震に見舞われた配置で活動する国境なき医師団を支援するためパンティーを売るとも言っている。ありがとうございます。